野口秀青春通り、野口秀青春通り大町通り、野口秀青春通りは、福島県藍津若松市内の通りの愛称。また、本項目では、野口秀青春通り北側に位置する大町通りについても述べる。野口秀青春通り、大町通りは、藍津若松市の中心市街地に位置する通りで、それぞれ新名通り、中央通りの西側に並行し、 ア津若松市役所付近とア津若松駅付近とを結ぶ。また、大町通りには、町方蔵ウ通りの命名もなされている。大町も参照江戸時代、大町通りは当時の閣内に存在した通りを指しており、大町口各門から南側へ、右左折を経て、新名通り南側は、その後、栄町四丁目通りと呼ばれ、現在は国道118号。 国道121号、国道401号に指定されている。一方、現在の大町通り周辺は、大町盾町、大町2の盾町、大町34の盾町、大町名古屋町などの町が存在しており、これらの町は、現在の大町通りを軸に存在していた。当時は、湿気症が多く住んでいたとされる。その後、1899年に、 岩越鉄道の若松駅が開業すると、大町通りは、藍津若松駅と、駅の南方向に位置する当時の若松市市街地を結ぶ通りとなり、店舗などの増加も見られるようになる。昭和時代後半には、大町通りは7日町通りなどとともに国道49号の一部で、あり、自動車交通の発展により、交通量の増加が見られた。これを受けて、 現在の国道49号である若松バイパスの整備や中央通りの整備なども行われている。1992年、本通りに野口秀夫青春通りの命名が行われた。この通り名は、医学者野口秀夫が手術を受けた病院、海洋委員の跡などが周辺に存在し、野口秀夫と関係が深い通りであるとされたことに、 基づくもので、通り名の命名以後には道路をレンガ時期に改修するなどの取り組みも行われた。その後、野口秀代の銅像などが置かれる、野口秀代青春広場の開設なども行われている。中町グランドホテル付近から、合津若松駅方面の順。交差する道路について、突起がない場合は、合津若松市道。交差する道路については、左側が、下り線側。 右側が、上り線側。野口秀吉春館、合津一番館を大町通りや新名通りなど、合津若松市中心部で1月10日に行われている、市。起き上がりこぼしなどの縁起物と言われるようなものを扱う、店のほか、食べ物を提供する店などが通りに立ち並ぶ。足なしによって、黒川城が築城された時期から行われているとされる。ありがとうございます。